ニュージーランドシンプルリッチ生活涼子です。今日はニュージーランドの不動産を探すときに役立つお家を見るときの8つのチェックポイントの方をご紹介したいと思います。ニュージーランドでお家を探すときに役立つ8つのチェックポイントの方、こちらになります。外壁素材、窓枠、水回り、湿気、給湯器の容量と場所、日当たり、暖房器具、断熱材です。それぞれ8つのポイント、どのようなところを気をつけてチェックしたらいいのかご紹介していきます。まずは1番目に見てもらいたいところ、これが外壁素材になります。外壁の素材、大きく分けて3つあります。木材、レンガ、それとプラスターと呼ばれる、見た感じ塗り壁風の外壁になります。それぞれどのような特徴があるのかご紹介したいと思います。まず最初は木材、ウェザーボードと呼ばれる素材になります。こちらの方は木材の上にペンキを塗っているということから、7年から8年に一度はペンキを塗り直すというメンテナンスの方が必要になってきます。で、このメンテナンスの方を怠ってしまうと木が腐ってしまったりだとか、あるいは虫食い、ボアと言われるような虫食いが発生してしまうことがありますので、こちらの素材を使っているお家の場合にはメンテナンスの方を怠らないことをお勧めします。ニュージーランドの方は自分でメンテナンスされるので、自分で塗られる方もいらっしゃるんですけれども、業者に頼む場合、1階建て平屋でしたらね、それほど費用はかからないかもしれないですが、2階建てになるとやっぱり足場を組んだりだとかっていうその費用もかかってきますので、そういった将来的にメンテナンスどれぐらいかかるのかということも頭に入れておいた方がいいかと思います。次にレンガと言われる素材ですね。こちらの方はブリック、ブロック、あるいはタイルといった形もこの素材の中に入るかと思うんですけれども、ほとんどメンテナンスがいらないので、私もおすすめしている素材の一つです。3つ目の素材がプラスターと呼ばれる素材ですね。こちらの方、外は塗り壁風になってますが、内側がどのような素材が使われているかによってだいぶ変わってきますので、注意が必要な素材です。1990年代はこのプラスタと呼ばれる素材を使った物件結構増えてきてるんですけれども、その時に使われてた内容は壁の内側が5センチほどの発泡スチロールになってるんですね。それが直接くっついてるような形になってますので、外壁がひびが入った場合、そこから水が入ると水分が外に逃げ出さない構造になっています。これが状態が悪くなってくると内側の木材の木枠の方腐らせてしまう原因ともなりますので、ニュージーランドでリーキーホームと呼ばれている物件はこのような構造になっている物件が多いです。ただ2005年以降は建築基準の方が変わってきてますので、外壁の内側に必ずキャビティと呼ばれる空洞を入れる必要があります。で、こちらの空洞の方が入っていれば水分が、水が入ったとしても水が抜け出すような構造になってますので、内側の木が腐るという心配はありません。実際にプラスターの物件の方、どのような物件かというと、写真で見せるとこのような感じですね。もう本当に外側見ただけでもわからないです。中がどんな構造になっているか知るには、まず担当のエージェントに聞いてもらうというのも一つの方法ですし、あとは壁を叩いてもらうと、ちょっと軽い音がする場合には内側が発泡スチロールになっている可能性が高いです。で、もう一つは市役所の方に建築当時のプロパティファイルということで設計図などを収めている物件もありますので、そちらの方の資料を取り寄せてもらえれば、内側の構造がどのようになっているかっていうのもはっきりしてくるかと思います。ただ私、基本的にはそのプラスターで内側に空洞がない、キャビティのない物件はおすすめしていません。なぜかというと、買うときには実際にマーケット価格よりも少し安く買える可能性はありますが、今度売却するときにその物件を避ける方が結構いらっしゃいますので、将来的な売却のこととかも考えると、私はあまりお勧めしてない物件ですね。2005年以降のキャビティのある物件ですとか、あるいはプラスターの内側がブロック
ブリックになっている物件であればいいんですけれども、発泡スチロールだけで空洞がない物件はなるべく避けた方がいいかと思います。次のチェックポイントとしては窓枠ですね。窓枠にも3種類あります。まずは木枠、木の枠ですね。キャラクターホームと言われている外壁が木材のウェザーボードのお家なんかにはまだこの木枠を使っている物件多いかと思います。で、2番目がアルミニウム。こちらの方アルミ、アルミサッシの窓枠ですね。あとは最近増えてきているのがダブルグレージングという二重サッシの物件です。はい、これもどのような窓枠になっているかどうか確認してもらうといいかと思います。二重サッシになっていれば、断熱性もありますのでね、暖かいお家になりますから、できればこのダブルグレージングになっている物件をお勧めしたいと思います。3つ目が水回りですね。キッチン、トイレ、バスルームといった場所になります。こちらの方、実際にオープンホームなどで、シンクの下などを覗いてもらって、水漏れはしていないかどうか、あるいはバスルームですとシャワーなどがこう水が漏れてないかどうかっていうのも調べてもらうのがいいかと思います。4つ目のチェックポイントとしては湿気ですね。こちらの方、お家の方に湿気がないかどうかっていうのをチェックしてもらいたいんですけれども、どのようにしてチェックすればいいかというと、まずは木枠の窓枠の場合には、その窓枠の方を見てもらうと水じみがないかどうか、湿気が多いと窓に結露がついてその水が木枠に落ちてシミになっているっていうこともありますので、窓枠の方がどのような状態になっているか調べてもらうのが一つポイントですね。もう一つはカーテンがあればカーテンの内側にカビがついてないかどうかっていうのも確認してもらうといいかと思います。このお家に湿気があるかどうかで冬の間のその断熱の違いがだいぶ出てきますので、湿気が多いとやっぱりその熱伝導率もすごく悪くなってしまうので、お家が温まりにくくなりますのでね、こちらの方湿気が少ない方がいいです。でもちろんお家の方も湿気が多いと傷んでしまいますので、こちらの方をチェックしてみてください。で、実際に湿気の多いお家、その対処法というの一つとしては、二重サッシにすることも一つです。で、後ほど紹介しますけれども、断熱材を入れることも入っているかどうかチェックすることも一つです。もう一つは、空気循環システムといって、屋根裏の暖かい、また乾燥している空気を家の部屋の中に循環させることによって、湿気がなくなって、結露もつきにくいお家になりますので、こちらの方の、設備がくっついているかどうかっていうのも一つポイントかと思います。こちらの方、そのお家自体に今ついてなくても後々後から設置することはできますので、そういったオプションもあるということを頭に入れておいていただきたいと思います。5つ目のチェックポイントとしては給湯器とその場所ですね。ニュージーランド、お湯は多くが電気のタンクで温めてますので、タンクの大きさによって1日で使えるお湯の量が決まってきてしまいます。で、このタンクがどこにあるかにもよりますね。大体はバスルームの近くの、収納のところにあったりだとか、古いお家だと屋根裏の中に入っているケースがあります。で、特に日本人の方は、バスタブにお湯をためて使う方多いですから、できればそのお湯の量を気にせずに使いたいという方多いと思うんですけれども、こちらの方ガスの給湯器にすれば、ガスがあればですね、お湯の量を気にせずに使うことができますので、日本人の方は買った時は電気の給湯のタンクになっているけれども、後からガスのお湯に変える方結構いらっしゃいますので、そちら変えることもできますので、とりあえず今の状態でどれぐらいのお湯が貯めることができるのか、どのようなタンクの状態になっているのか調べてもらうことが必要かと思います。6つ目は日当たりですね。これはお家を選ぶときだいぶ重要になってくるかと思うんですけれども、その日の向きですね。日本であれば、日当たりのいい南向きですが、ニュージーランドは南半球にありますから、北向きが日当たりがいいとされています。で、物件を見に行った時に実際に日当たり
北はどちらになるのかわからないこと多いと思うんですけれど、まあ今はね、あの iPhone とかスマートフォンであの方位磁石がついてますから、それで調べてもらうというのも一つの方法なんですけれども、簡単にあの見分ける方法は、屋根の上にこういった感じで屋根の上にスカイディッシュがあるんですけれども、このスカイディッシュは必ず北側を向いています。なので北がどちらかわからないときには、近くにあるあのサテライトディッシュですね、こちらの方がどこを向いているかによって北がどちらかっていうのがわかりますので、活用してみてください。7つ目は暖房器具ですね。お家の方がどのような暖房器具を使っているのかチェックしてみてください。エアコンがついている場合は、まあ、特に問題ないんですけれども、ログファイヤー、あの暖炉ですね、暖炉がついている場合には、その暖炉がいつまで使えるかというのをチェックしてください。なぜかというと、暮らし地域では、暖炉を設置してから20年以降経ってしまった暖炉は使えないことになっています。なので必ず市役所から出てくるレポート、リムレポートというレポートには、暖炉が何年に、今ついている暖炉が何年に設置されているかということが必ず書いてありますので、そちらの方からあと何年使用できるのかチェックしてみてください。ただ薪を使う暖炉はその20年という期間決まってますけれども、ガスだとかパレットファイヤーという固形燃料を使う場合にはそういった期限は設定されていないので大丈夫です。最後8番目は断熱材ですね。こちらの方、天井、壁、床に断熱材が入っているかどうか確認してみてください。特にあの賃貸物件、投資物件を購入を考えていらっしゃる方は、現在は投資物件に関しては必ず天井と床に断熱材が入っている必要があります。こちらの方、厚さの方の基準もありますので、どのような断熱材がどれぐらいの厚さで入っているかというのをきちんとチェックしてみてください。ということで、今日はお家を見るときの8つのチェックポイントの方をご紹介いたしました。まあ、自分で全部調べるのはかなり難しいと思うのでね、そういった時には必ず建物調査の方を入れていただいて、そこでチェックしていただくことをお勧めします。ニュージーランドでお家を探す時に役立つ情報の方、これからもどんどん発信していきたいと思いますので、興味のある方、こちらの方チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。